ショービットやっていきたいと思います。なんだろうな、本当にここのキックが上がってるところ、コンケーブとこの辺をにつま先のなんだろう、親指のちょうど付け根ぐらいのところに持ってきて、前足はオーリーとかよりももっと浅くこの辺にしてあげて、でこれで前足はこの技も本当使わないから、だから後ろ足で、あとペロンってなっちゃうんだったらちょっと怖いかもしれないけど、フェイキーとかでやってあげてもいいかもしれない。こっちの、今はなりにくいと、ちょっと怖いけど、逆多分あんま慣れてないから、こっちの方がショービット普通にするよりかも力も使わないし、最初こっちで慣れちゃってもいいし、回す時の感覚は絶対力を使うから絶対まず膝に遊びは作るよね、うん、あ、そう、力の入れ方ね力の入れ方だから人間、まあ一瞬板が回るから絶対こう飛び乗るから、パッと見てるけど、見てるとあれだけど絶対飛んではいるんだよね、うん、まずこう棒立ちの状態で飛ぼうとしてももうすごいきついじゃん、このつま先の力しか使えないんだ。だったら普通に飛ぶ時みたくまず膝は柔らかくの状態で、でまず回しやすいところ、前足をこうオーリーとかこっちにしちゃうと結構板の回転がこういくから結構邪魔になっちゃうから、足を分かりやすく言うとこっちに、後ろに背中側に引かなきゃいけないのに、最初からこう深くあると結構めんどくさいね、うん、動きが。だったらちょっとこういう感じでオーリーこうよりもこういう感じにしといてあげる。でこれはちょっと正面向いててもできる、横向い真横じゃなくても正面ちょっと向いてた方が板の周りも見えるよね。だから要はこの辺を見といてあげるんだよ、前足らへん、前足のちょい先ぐらいを。でこれで、でこれをポッてやった時に前足はほんと使わないから邪魔しないように、大げさにするか、慣れてくるともう本当に後ろ足だけこう回して前足でこう乗るっていう風になるから、最初はもう両足で、もうそれこそこういう感じからまず練習して、でこれをもうちょっと、今のだとスピード遅いからこれをまず最初ちょっと速く、こういう感じ、少し速くしてあげて、こういう感じで回るようになったら、あとこれはもうほんとスケートボード全部に言えるんだけど、もう乗りに行くしかない。でペロンってなる理由は俺にはわからないから、もうだったらこの今の乗らない状態でペロンってならない力の加減をまず見つけるってやれば、あとは乗りに行くだけだから、まあ本当に練習1割ぐらいでいいと思う、こんなのあの乗りに行くのが肝だから。だから一番最初に足離れる技かな、練習するにはキックフリップとかもあるし、ポップだからこれの叩くポップショービットも足外れるけど、まず最初にこれで板が離れて乗るっていうのを覚えちゃうとすごい簡単にできる。でそうするとこれができるとちょっとしたバリエーションで遊べるしね。であとのコツはもうここでこうポンって蹴った時に本当に前足はいらないから、
こうパッという感じ、本当に一瞬一瞬右のここのところに力が入ってこう後ろにこうなったなってだやったらもう前足邪魔だから前足の力は抜く、抜いた状態でってやるとサッと、でこの力の加減は人それぞれだからこれはもうちょっと練習してもらわないと、もうその人のね力の加減であった回転のスピードとかわからないから、下手したら回んなかったりとか逆に回りすぎちゃうとかあるから、でうまく回してないと多分なんか変な風になってこうペロンってなっちゃう。そう、最初なんかみんな勘違いしやすいんだけど、本当に最初はここのこうこれをこう持っていくんだけど、こう持っていくから前足でもこう一緒に持っていこうとしちゃうんだよね。それは違うし、逆にそっちの方が難しいと思う。なんでかっていうと前足も使っちゃうと要は下でこうウィールが邪魔しちゃうから、後ろ足で蹴るっていうのは要はここをこう上げてでシュッてやるからこそ力がいらなくて、要はウィールとこの地面の摩擦がほぼない状態だから簡単に回るんだよね。要はここの2つだとかここの1個だけかもしれないけど、でもこれで前足も一緒に使っちゃうと要はこの 4つのウィール全部でこういくから、もう言ったらもう板だけこうパワースライド180度させなきゃいけなくなるから、だからそれはまた多分違う技だと思うし、それは多分ショービットじゃない。だからもう本当にパッと見だとはなかなか分かんないけど、一瞬ちょっと浮いてるんだよね、ここに力入れるから後ろ足に、で本当に一瞬上がった瞬間にこうやってる、で上がった瞬間にもう前足はもう本当いらないから、逆に言えばもうここでこうまっすぐこう板が浮かないように押さえつけてるようなだけだから、バスケットでいう左手は添えるだけみたいな程度でいいから、そういう感じでシュッとやってあげれば、であとはもう根性出して乗りに行くと。でこういう技はなんか本当にこうスケーティングしてて多分平行で一緒にオーリーとかも練習すると思うんだけど、なんかこの技だけを必死こいてやるっていうよりかは、なんかと一緒に上手いスケーターとかもなんかこう技やった時とかに意外とちょっと手持ち無沙汰というか、なんかその飛ぶまでじゃないけどなんかちょっと空いちゃってるなっていう時に意外とさらっとみんなやってたりするから、そういう技でもあったりもするし、そういうところでちょっと上手い人もあんな感じでやってるから、ちょっと俺もやってみようみたいな感じでやってあげてると意外といつの間にかできちゃってるかな。俺もそういう感じで練習したし、一番いいのはでも同じレベルの人と同じ技とか練習していくのが一番いいかな。俺もだって最初友達が最初にショービットできててすごい悔しかったそういうなんかなんだろうね、切磋琢磨というかそういう感じでやってもいいし、逆になんか影練して見せつけてやろうと思っていきなりやったら意外とおってなる技でもあるから、一回板離れるし足から、だからそういう感じで練習してあげればいいと思います。コツは前の動画見てください意外とあれが結構あの力入れてふわっとやるっていうのがあれがでもこの技の一番の肝かな。はい、以上です